写真拡大。巨人山口俊一オーナー62は27日東京都内で開かれたオーナー会議後に球団で初めてポスティングシステムで米大リーグを目指すことを容認したことに言及。海外フリーエージェント FA 権を取得して挑戦というのが基本であるというのが従来と変わらない考えと強調した上で、個別のケースに関してはポスティングを検討していく余地は出てくると柔軟な姿勢を示した。チームではエースの菅野がメジャーへの夢を語っている。海外 FA 権を取得するのは早くても2021年中となる。同オーナーは菅野の場合はドラフトで1年待ってジャイアンツに来てくれた、1年を棒に振っているわけですよね。その分海外 FA 権を取得する時期も後の方にずれているという事情はあると理解を示し、それでどう考えていくか現状では何とも申し上げられないと話した。